脳の事件、振り返ろうぜ。俺わかんねえんだよ、マジで。ちょっと振り返ろう、振り返ろう。いいね、いいね。これちょっと見よう。俺自身も。で、あのな、今な、しっこしてる間に、ふと思い出した話をちょっと聞いてくれ。Twitter 自分のやつフォローしてるやつらは、今一回見てるかもわかんないけど、ちょっと一回これだけは出してくれ。あのな、まあ、多分もう今ないかもしれないけど。ちょっと待って。ねえ、もう、ね、こいつってさ、もういなくなっちゃった完全に。最近頑張ってるまた。最近頑張ってるんだったら消すけど。もうやめちゃったの。やめちゃった？いなくなっちゃったんだ。じゃあ見よう。数日前に、ニコ動の、ランキングに、ドラクエのカジノをやっている、ニコ生の実況者の動画が上がってたんだ。上がってたね、あれね。で、闘技場じゃなくて、なんかポーカーみたいなやつやってたんだけど。うん。コメント消そう。で、その動画が上がってたんだよ。うん。で、それ自分見たんだ。俺ちょっと素直に感想言うね。マジで。なんかその、初め言っておきたいのは、あの、当事者だから自分を守ったり、あの、むやみやたらに脳を攻撃せずに自分の本当に正直な気持ちを言うね。別に自分が面白い放送をしてるとは、微塵たりとも思ってないんだ。ま、でも声でかかったんだよね、結構ね。そしてそれを聞いてくれ。で、その動画を見たんだよ。うん。なんだこいつと。全然面白いこと言ってねえんだよ。あ、そうかな。ただそのなんか、あの動画面白かったけど俺めっちゃ。展開的にはよくありがちなパターンを、ただ晒してるだけなんだ。まあそうだよね。で、それをなんか、規制上げて騒いでるだけなんだよ。でも、それが、今の何、まあそう、ニコニコの世代、ちょっとその動画見たいな。6年の俺でそのさ、俺の騒いでる動画上げて。あれね、結構ね、みんな勘違いするんだけど、俺がただ騒いでるだけだと思うでしょ。ちょっとみんなね、これぴったし俺も真似して声出してみ。絶対できないからこれ。マジでこれね、あの後これ面白いと思って、俺自身が練習したんだけど、もう二度と再現できない。あれ、不可逆的な実況だからね。ただもう人生で一度もできない実況だからね。あれ、ほんと不可逆的な反応だからね。俺もね、あれをちょっと得得しようと思ったんだけど、二度とできないから、あれは。長えな、なんだこれ。マリオメーカーにたった一人これ、フードじゃねえかよ。俺のやつあった、俺のやつ。風さん、ゲーム実況大好き風さん、これ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 、お前ほんと自分が好きなの。俺ゲーム実況者の中で一番面白いと思ってるもん。よっしゃー、行くぜ。おい、途中から行こうぜ。長ったらしいだろ。さあここ引こうや。いや、さあここ引こう。あのさ、これ後付けでいろいろ言ってて、俺この時ね、多分ね、全然寝てなくて、全然、なんていうの、調子良くなかったの、この日。このゲーム実況の調子が良くなかったのね。で、途中から、なんかもう実況図ハイみたいになっちゃって、実況図ハイみたいなのが起きてんだよ。ダメダメ。意味ない。絶対意味ない。意味ない意味ない。ここ引かなきゃダメ。ここ引かなきゃダメ、絶対。で、ロレツ回んなかったんだよね。ここ引いて、600枚に戻そう。みんなどっちだと思う？高い。いや、確率で考えてるんだと、ギャンブルやめた方がいいよ。ここ高いだよな、絶対な。いや、ここ高い、イエーイ。ってなるとな、次は引きだ。でも高いと見せかけて低い。だー、低いよな。次は高いよな。みんな、次は低いよな、みんな。これだ、俺が叩き続けていたダムはこの頃だったんだ。みんな低いよな、次はだって。お前さ、これね、後ろでファンファーレずーっと流れてるけど全く聞こえないからね。ないよな、みんな行くぞ。もう俺は誰にも止められねえぞ。次は高い、間違いねえぞ。これは高いに決まっている、高い。次は低いよな、みんな。ここだ三好、みんな集まれ三好、行くぞ。8万枚までよ、8万枚まで。だー、三好。ほんとさ、
いや、これね、台本ありで真似してみてほしい。多分人類で真似できるやついねえから、誰一人マジこれ。ちょ、ほんとに、これ煽ってるわけじゃなくて、これと同じように動画上げてみてほしい。絶対にできないから、自信あるよ、ほんとに。だって俺自身ができないのに、他人にできるわけないと、これ不可逆的なものだからね。生放送って常にそういうものだから。だからそういう意味で多分叩かれちゃったんだろうな。じゃあやってみろよってなるよね、やっぱね。面白くねえとかじゃ大してありねえじゃん、正直。大半が求めていることなんだなって思うと、ちょっと、なんかもう自分で、あれだよね、なんかもういろいろ考えさせられたんだよ。ずーっとそれこそ葬式に参列してる親族みたいな顔で自分はその動画を見たんだけど。なるほど。真顔で。ただそのコメントが流れるのを見ると、そのニコ生の録画だから、ニコ生で流れたコメントもなんかいっぱい草生えてて、で動画でもなんかね、草がいっぱい流れてとかってなさんで。あ、今のやつらってこういうのの望んでるんだな。今のやつらって、お前も今のやつらだろうが、ね、今やってんじゃねえか生放送。すごい自分的には衝撃的だった。めっちゃ魔法で見せた。ねえ、ああいうのがいい。なんかしかもさ、この後さ、俺この時なんか、2、3日生放送とかしてなくて、リアルタイムで追ってなくて、なんかこれ配信をして、俺の視聴者がバーって乗り込んだんだけど、むっちゃ煽ったらしいの。それでさ、なんていうの、またごちゃ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 してさ、俺がなんかさ、なんていうの、変に冗談交じりでさ、終わらせようと思ってさ、ツイッターでちょろってフォローしたのにもかかわらずさ、なんかさ、また次の配信で俺の視聴者煽りやがって、それでなんかさ、ごちゃ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 して特定なのなんだろうってなってさ、結局さ、なんか俺が悪者になるっていうさ、ほんとやめてほしい。なんか悪口言いっぱなしでもう堂々とさ、無視してってほしいよ、ほんと。今の。相手しなきゃいいのにさ。世代というか。あれ、悪いけど、自分真似しろって言われたら、多分、あれより面白く真似できると思う。絶対無理だから、ほんとそれは。絶対無理だぞ。だって騒ぐだけじゃん。違うんだ、それが違うんだよ。絶対に右往左往しながら騒ぐだけ気絶するんだよ。あれでもできるな、あんなもん。できねえ。日本で俺しかできねえんだよ。だから人気になってんじゃねえか。ほんとね、あれが受け入れられる。別にまず大の大人が人のいないところであんな声出せないから、まずほんとに羞恥心とかね、いろいろあるでしょ、みんなは。じゃ、やってみ、今ね、にゃーうまいみたいなことで、ほんとにできないんだって、信じて。なんか売ると恥ずかしいから、まず一切ないんだけど、ただそのまず恥ずかしいから、やつらがやつらっていうか、そういうのもいいと思ってるやつらは、まあ、そのレベルでいいんだみたいな言うじゃねえかよってなっちゃったんだろうな、俺の視聴者な。正直思ったね、マジで。一回あのテンションで、ちょっと待って、俺今、だからさ、あのテンションで闘技場をなんかこう喋って、こうニコ生やれって言われて、今ちょっとパッと自分の姿を想像したんだよ。ちょっとね、さすが夏の、自分のリアルとは関係のない、そのインターネットの世界、仮想現実の世界だっていうのを大前提として、やれって言われても、ちょっとプライドが許さない。できねえんじゃねえか、じゃあよ。あれは。できねえじゃねえか、お前じゃあ。あそこまでね、自分を偽れないよ。偽るんだよ、人気のためにバカだれが。それぐらいひどいと思ったよ、自分は。偽らなきゃいけねえんだよ、時として。いやだから、偽れ。本当に、なんつうの、自分的に、なんつうの、放送的にも映えるし、自分的にもこれをなんとかしたいしとかっていうところで騒ぐんだったらわかるんだけど、うん、もう絶えず騒いでっからいいじゃん。なんかもうよくそれで持つなみたいな。すげえだろ、そんな15時間ぐらい持つんだぜ。なんかこう若干哀れみの目で見る自分がいたんだよ。まあだって冷静になっちゃダメなんだよ。冷静になっちゃダメなんだよ。そりゃそうだろ、だってね、パソコンの前で何向かってんのこの人って言われたら終わりじゃん。冷静にならないで見てね、再生してるわけだから。自分はやっぱ一般からちょっと外れてんのかなとか、そういうことも考えたりしてな。あ、違う、これ見習いやっぱ、あ、見習いやっぱ、切り株お化けがこれやっぱ。で、なんかすげえなんかね、うちの視聴者がもう、どっかしらか見つけてきて、で、この人が荒れて、多分さ、なんかやっぱプライドが高いん
じゃないかな、すごい。やっぱりね、なんか高田の健ちゃんとかもそうだと思うんだけど、視聴者に負けたくないって多分思ってるところあると思うんだよね。言われて、なんか言いくるめたいみたいな。でね、俺本当にね、生主さんたち全員に、今から生主する人たち全員に言いたいんだけど、それってもう絶対叶わないから、なんでかっていうとさ、配信者って一人しかいないじゃん。一人で配信してる人って。視聴者ってカテゴリーでさ、一つのことすると、もう千人来たら千人分の脳みそがあるわけよ。だからそいつら全員言いくるめることなんて不可能なの。不可能じゃん。だから正面から向き合わなきゃいいのにさ、みどりさんとか、うまいじゃん。で、メンタル弱いやつって、みどりさんって多分ニコ生でほんとクソメンタル弱いと思うの。なんでかっていうと、全部正面から向き合わないから。で、ネルさんとか石川ってさ、一見さ、そうやってさ、メンタル弱いなって言われてるけど、彼らってさ、向き合った結果、誰しも、だってさ、人間誰しも、変なこと言われたら腹立つから絶対。だその辺が、メンタル弱いんじゃなくて、その向き合い方が、ね、ちょっと、素直というか、俺、みおりさんメンタルすげえ弱いと思うよ。なんでかっていうと、社会に出れねえようなやつがメンタル強いと思わないから。向き合わなきゃいいんだよ。だから辛いでしょ、なんで悪口言われてるの向き合ってんのってなっちゃうな。